追いかけ回そう。オラフくんと来ちゃう。はい、シェイシェイ。はい、シェイシェイ。ナイスボタン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 。シェイシェイ。ゼロさん、隠しろ。ありがとう。早いな。多分しろ。ダウンロード終わらせたかったな。ダウンロードは終わんない所定じゃん。終わらない。確かに。ちょっと早いんじゃないか。インポスターなのにこいつらが遅いから押すためになっちまったぜ。あ、いい声。あ、いい声だ。テラトス。あ、貨物明け一人でした。うん。キッチン3人ぐらい。怒られるやつだ、怒られるやつ。キッチン、サファリパーク。エデンですかね。そうなんだよね。コミューさ、弱いみたいな話があったんですけど。ね。コミューって。強くないんだよな。ポテンシャル低めなんだよ。あ、ボタンを刺す。好きないな。殺して押しそうだったから殺しました。はい。なに？こんちゃっちゃされてるわ。ファイナル情報3秒前に見た瞬間には死んでたんで、まあ、最後の直前キルじゃないことだけ出せます。なるほど。はい、はい、ああ。で直しました。展望で目撃情報を持ってる人いらっしゃいます？チャゲポヨさんの。ないな。見てないです。あ、じゃあ脇。あ、あ、なんもないです。見てないです。なんのあの。いや、もうウキイチって言おうと思っただけです。あ、あではないです。はい、あ、そのままいいんじゃないですか。あ、じゃあもう僕普通にウキイチで単独アーカイブ脇かな。で、シャワーで、タオルのタスクやってバスタオル入れて、最後アーカイブに行ったぐらいですかね。誰かとすれ違う。あ、寺澤さんとかとすれ違ったかな最後。それだけです。どこで？え、アーカイブとシャワーあたりで。あれ違うかったっけ。あれでも寺戸さんシャワーの扉、メインからシャワーの扉のところにいませんでした。ああ、え、最後の方。これ、神宮寺さん見えてる？神宮寺が、エレクトリカルでゾニキさんとすれ違って、で、そこから戻ってメインの右側の配線のところに行ったとき、寺戸さんが扉の前にいましたよ、シャワーの。最後の方です。見えてなかったわ。寺戸さんして何も見てないって感じですか、逆に。もう神宮寺さん見えてないですか。いや、僕、シャワーには入ってないんで。あるんで、マッカリさんと夏目先生をずっと視認してて、まあ、もし、まあ、5秒から10秒前にやられたんであれば、その2人は確実に白いと思う。シャワールーム？あれ夏目先生、あれ夏目くんいなかったっす。多分、僕だけです。おいおい、何が起こってんだ、一体。マシャゾーがシャワールーム。マシャゾーシャワールーム。はい、マシャゾーシャワー、はい。あ、ウソゾーでーす。シャワーにいました。いた？どこ行った？あ、冗談。あ、ごめんなさい。冗談。何あ、何もう、じゃあ、真実を話せ。ギリの時間が。一人死んでた。ごめん、はい。宿舎前、金庫室、金庫室、リフトです。全然じゃあ違うのか。金庫室？金庫室？え、僕じゃあ、僕いたよ。あ、会いました、会いました。これは。え、プテアさんは会ってるんですか？これは本当は夏目見てないよ。金庫室のさ、扉をさ、プテア来たよね、停電中に。確かに。停電中に開けましたね。破綻してるね。覚えてない、覚えてないわ。豚やばいな。何も覚えてない。ちゃっちゃ倒させよう。
追いかけ回そう。あ、はい、あら、あら、まったか。これは天中か。ちょっと情報あります。ちょっと情報あるよ。はい。ね、20秒ぐらい前かな。うん、エレキで見た。神宮寺さんと夏目先生がメインホール右、はい、そうですね、シャワー女性のとこにいました。初手がそこです。どっちが後だろう。夏目先生が先、まあ、でもほとんど変わらないですね。あ、じゃあ最新情報ピアさんの方です。はい、そうだと思います。ね、多分だけど貨物の方に行ったような感じがする。お貨物。いや、多分曖昧だけどね。貨物だった場合、僕最後アーカイブなんでアーカイブにはいなかったですね。何回か、から最終位から洗います一旦。とかって いなかったの。サントスゾニキミーティングです。はい、ああ、そうなのね。でテラゾも今上がったところで。僕エンカになったの。エンジンになったの。エンタさんエンジン。僕がセキュリティです。セキュリティか。そうだから結構、ね、できる位置かなと思います、うん、そう怪しいよ。僕はね、シャワー最後。シャワーのどこですか。いや、メインから完成でシャワーに入って終わった。ああ、そういうこと。ジグジシャワーのタスク、あのタオル入れるとこで終わってます。ああ、そこまでは行ってないです。入れなかった。は、貨物で死んでるんだったら。ジングジさんってシャワールーム奥に行ったの。俺とすれ違った後シャワールーム上で。どういうことですか。俺とシャワールームで先端神宮寺寺蔵ですれ違ったよね、うん、はい、すれ違いました。その後シャワールームの方、シャワーの奥の方行ったってこと。シャワーの上のタオル入れるとこに行ってます。俺がメインホールに抜けるとき見なかったんだけど、その時奥にいたってことかな。あ、はあ、そうかもしれないですね。先端さんと一緒にシャワー入って、先端さんと一緒にタオルを拾ってる感があったんで怖くて一番奥だけ拾わなかったです。ボタンを押したいっすね。先端がエンジンルームの T 字路に行くところまでギリギリ俺の視界に捉えてます。多分先端からは見えない ラグがあるから。あ、そうなんだ。寺田さんが後続してたってことですか。そうです。あ、そうです。そのままミーティングです。ま、見えて適度に。こう閉めてボタンさせよう。早押して。早く。好きなしか。速攻直そう、せ。車内パターン。ちょっとゾニキさん、なんすか今の。めっちゃキルしようとしてませんでした。いや、ボタンがないんですよ、私。ボタンがない。なるほど、そういうことですね。サントスさんにもう、はしごの音、さっき、むちゃくちゃバトルがあった感じが。いや、なんか、さっきの大丈夫です、大丈夫です。はい、総じてボタンないで、はい、大丈夫です、大丈夫。それより、さっきのキルは。はい、さっきの。夏目先生が多分20秒前にエレクトリカルで見られたのが最終目的で、おそらく右の方に行ったっていう話でしたよね。いや、ごめんなさい、結構ね、適当右は。とりあえず20秒前にエレクトリカル、まあ、エレキにはいた。テラゾさん視点、じゃあ僕難しいって言ってるかな。僕の後ろにいた、僕はテラゾさんわかんないけど、テラゾさん先生も僕は難しいって感じ。難しいと思ってる、うん、エンジンルームでタスクしてるぐらいだと思ってる、うんうん。白弾きできる人から教えてほしい。サントスソニキはずっとゾニキ送金されてるんで、まず無理で、うん、僕も白もらえないですかね。最初金庫に行って、その後に昇降機で抜いてアーカイブなんですけど、アーカイブ、扉閉まってました。それがアーカイブにいたっていう証拠です。え、大した証拠じゃない。いや、全然違うところから閉めてる可能性あるやろ、最後に。でも誰とも会ってないんですか。いや、でもミーティングの人と会ってないか。ヌーン行ってる時に、ミーティングの端っこに2個聞こえました。大した少々に。いや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 、拾ってくださいよ。
ちょっと覚えてない。よいしょ、1キル目の方がいいのかな、ごめんなさい。チャゲポヨさん、でもチャゲポヨさんでもチャゲポヨさんの結局精査できないまま終わってましたけど、結論どう、誰なんですか一番濃いのは。マシャカリさんが比較的近くにはいるかなと思うけど、推測位置の2キル目はそうですね、2キル目ですよね、2キル目。今の夏目先生に関しては、まあ、エレクトリカルから診察抜けたかもっていう話で、プテハさんの話、セキュリティマシャカリさん、まあただ僕もまあでも貨物でやってオラフのアーカイブ飛びとかはあると思うけどね。貨物でやってアーカイブ飛び、どういうことですか。僕金庫、えそこ嘘つく意味ありますか。僕え、スペシャル前金庫アーカイブからってことでしょ。あ、全部嘘ついたってことですか。ああ、そういうことか。ああ、そういうことか。めっちゃ棒読みだね。読めなかったか。ここ行ったかな。バンバン切れていくよ。サントスさん、サントスさん、サントスさん、武器庫からコミュニケーションに抜けるのが一番最初、僕がエンジンルームから武器庫に下った時に上に行ってるんで、コクピットかエンジンルーム方面です。はいはい。あ、ジングリーさんできないかな。マシャオラフは無理。うん、あ、シャワーでいたもんね。マシャカリさんアーカイブ、そうですね、ラウンジのアーカイブの方にいたのを残して縫んで右から左抜けてのボタンです、うん、あと停電直して、停電貨物で直してゾニキも無理だと思います。はい、停電を貨物で直して、あ、確認してます。セキュリティでカメラで貨物室の、上端にギリギリ映ってました、誰かがいるのが。あ、はい、うん、あ、最後ミーティングは先端さんですか。あ、先端ミーティングだよね。あ、映ってました。そうそうそう。うん。神宮寺さんと一緒に登ったつもりだったけど、ずれてたか。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。見れてなかったですけど、誰か来たなーっていう。あ、もう、あ、それは僕は同時、まあまあ、どっちもいいや。え？同時に上がったんですけど、まあまあいいや。え？となると、オラフ君。え？僕？コックピットだったら、僕は多分、ま、照明できますよ。オラフ君はね、オラフ君は無理だよ。ゾニキさん視点からも僕できますよね、白照明。いや、プテハさん、マシャカリさんからもできるでしょ。いや、僕からもできる、オラフ君できないな。絶対に無理ですよ、僕3人に。なんでオラフ君に何の方が分かんない。どの辺で、どの辺の白照明でなんですか、プテハさん、オラフ君。僕は貨物で巻いて、で、金庫タスクをやって、で、ラウンジで配線やって、アーカイブ行って、シャワー行って、で、停電起きたんで、そっちのシャワー、アーカイブ、ラウンジっていう風に行って、その間にマシャカリさんとプテハシさんとゾニキさんと初手合ってるんで、この3人に見られてて、僕がキルするのは難しいと思う。コックピットにいたかったら絶対なくて、先端神宮寺さんぐらいしかなくない、だから。なんで神宮寺さんがそれで。神宮寺さん無理っす。僕はオラフ君の情報は抜けてただけです。ああ、神宮寺さん無理だったら先端ぐらいしかなくないじゃん。僕でも一応、一緒に上がってるから、キルクル的に。まだ神宮寺さん、僕ができないタイミングで上がってたから、マシャカリさんが分かるんじゃないです。神宮寺さんきついと思う、右いたから。あ、右に。はい。先端どっちから来たの、ミーティングに。僕しくちゃ。殺すぞー。失礼。はい。失
センターの動線もう一回お願いします。とあれですよね、オラフ君とマシカリさん白証明してるんだったら、まあ僕単体で、まあ容疑者一員で、で神宮さん無理で、トニックさんが手で直してるんですよね。はい。それから寺澤さんが、寺澤さんがカメラ、カメラ。じゃあもうセンターさんじゃない今回は。か、あの寺澤さんからの目撃情報からなんで、寺澤さんですね、目撃線は。ああ、そっか、そこ対抗値は、うんうん。それ以外はないの、本当に。はないはず。うん、ない。タゲプラ、夏目さんとさ、ロラかな、じゃあ。ああ、ロラでいいよ。と寺澤さん、うん、ロラでいいと思う。はい。どっちからいきますか、うん、センターさんから来てるのか、寺澤さんから。あ、知らないと思います。寺澤さんは最初、目撃情報出してるから。これ、きついんですよね。ボタンが結構ない。まあでもセンターさん、うん、僕ボタン押したっけな。押してたよ。いや押してない。押してないっす。押してないから。寺田さん押してます。俺からでもいいけど、62番目だから嫌だね。まあそうですよね。ニュートンの方がボタンより。ボタンより言いますか。いやまあ、うん、もう一人の隠なんかなんだ、ここまでで隠しろの人がいるんだ、いてその人がボタン持ってるならいいんだけど。そうじゃないんで。いないんじゃない。ボタンだ。ほぼ持ってない。じゃあセンターさん入れます。じゃあセンターさん、そうですね、多分誰も持ってないんで、あの打ち合わせだけしてください。はい、じゃあ右側、僕ボタンあるんで、僕ボタン押しましょうか。え、さっき押しましたよ、ね、確か。ああ、押したか。ナイス、オラフ君ナイス。あんま大根だな。あ、僕ボタンありますよ。え、ないと思います。今押してます。今押してる。はい、はい、何言ってんの。何言ってんの。これだこれだ、はい、すいません。じゃあ右側開きますね。誰押すボタン。でも私もないから、ある人が。誰があるんですか。俺がある。プテハシさんと。じゃあマサカイさん左か。じゃあマサカイさん左。はい。じゃあ僕怖いから右行きます。はい。僕はフレキシブルに。柔軟に。マシカリ。お願いします。お、星の線が来た。星の線が。星の線を越えて行け。おぉ、履修してないの先端は。歌えない。歌おう、歌おう。あれ胸の中にある。はい、ナイス。はい、ナイスです。 OK です。一応時間だけ確認しておきます。武器庫コミュニケーションですれ違って、僕は、何やったかな。武器庫コミュニケーションですれ違った後、セキュリティの、あのデッキの方で、アップロードして、その後モニターを開き、貨物室上にいるゾニキさん、ミーティングルーム行ってるジングリさん、もう一回5回で切り替えたらミーティングルームにいるセンターがゴミ捨てのところにタスクやってて、まあ俺視点からフェイクタスクだけどやってて、それでボタンっていう感じです。なんで、まあ、サントスさんが何もしないで右側まで行ってるとは思えないので、それにしたってそっちのチームの先頭の人って誰でした。え、シャワーチーム。見上げしたかったね。オラフ君ドア開けといてほしかったね。マシャカリさんが下の方に行って、オラフ君が上の方に行ったみたいな感じで、僕は真ん中にいたんだよ。いや、絶対その状況でキルしないと思うから。シャワーは一番最初にいたのは僕ですね。うん、いや、シャワーぐらい普通だと思う。まあ、普通にコックピットじゃさすがに間に合わない。10秒ぐらいしか。じゃあ、あの初日のキルのあれ話しません。なんか初日は僕はやっぱりオラフ君ちょっと疑ってたから、ちょっと投票します。まあ、いや、その貨物が初日でしたっけ。いや多分まあね、ちょ正直ね、でも貨物に行ったかどうかってあんまり自信がないから、はい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 、まあ忘れたいかな。頑張れオラフ君、うん、あと2キル目は疑われてるのは僕ですね、近くにいたから。ああ、まさかりさんもね、うん、そうそう、2キル目夏目くんの時は、はい、まあ今回は寺蔵さん僕は入れます。ローラーなんで白いとは思うけど、2キル目はね、2キル目はね、センターの寺蔵両方白なんで、ミーティングルームにサントスドニキ寺蔵で、うん、俺がセンターの白を出してて、うん、エンジンルーム左側に行ってるのね。はい、あ、なるほどね。じゃあ自視点だとマシャオラフロラで勝てそうかなという印象はあります。
左側、左側に行ったら、裏を押せるボタンはねえ。僕、容疑者位置じゃないですか、夏目さんの時って。え、そう、知らないです。シャワーのとこにいましたけど。あ、シャワーか。あ、じゃあ、全員あるわ。電発神宮で確かアリバイがあったような気がしたけど、その時は。アリバイないですよ。しかも、容疑散らかしてるから。最終位置シャワーじゃなかったっけ、その時。お疲れ。終わらんのかーい。ふわふわして、ふわふわしてるし、ボタンもないしで大丈夫かな、うん、これは残った現世、残った現世大丈夫かな。ちなみにキャラさん、全部僕のキルですよ。あー、そうなんだ、すごいな。あ、そうなんだ、2キル目だけ違うと思ったけど。全部僕です。え、俺、エンジン左行ったと引き返した、うん、いや、あの、ずっと追い回せた。だから僕とくっつくぐらいの感じで夏目先生一緒に並走してて、こいつはぶっ殺すと思いながら、よっ、4枚持ってたの。エレクトリカルからずっとついてくんのね。あ、でも先端だからいっかと思ったら普通に殺された。しかもめっちゃバレにくいとこで4枚持ってたのすごいな。え、エレキじゃないんだっけ。いや、エンジンで死んでましたよ。あ、エンジンで死んだの。あ、そっか、はい、エレキで見られてそこからついてったのか。はい。あ、そうなんだ。ここで死んでる寺澤さん。はい、マシャカ、あ、じゃあマシャカリじゃないのか、誰だ今、青だ、え、誰だ、紫、神宮さん。あ、神宮さんか。セルフじゃないです。あの、カメラで確認、あ、直近、あの、直近セルフじゃなくてカメラで死体確認してるんで。どこですか、どこですか。あ、アーカイブ、私から先出しした方がいいと思うから、アーカイブ、うん、アーカイブで合ってます。で、僕ね、20秒くらい前に審査バイタル見たんだけど、生きてた。議論で勝つしかない。え、ちなみにタスクどうすか。僕ね、今あと2つある。あとちょっとなんだよ。二つか。僕、まあ、あと一つですね。終わりました。うん、これ今って停電って治ってる前ないです。治ってない。治ってない。じゃあチャンスじゃないですか。もう行くか、もうこのまま。治さずにあれして。三つってことですよね。で、霊界の人があったら。よいしょ。ないしょ。あの、自主点、あの、プテハシさんのセルフがもうほぼほぼないと思っていて、時間差セルフする意味がほぼないと思う。ああ、マシャカリオラフだよな。お、なるほど。プテさん目線、俺はあるよね。できないからな。まあでも、オラフ君よりだよ、僕は。ゾニキさん僕のセルフ。ボタンないから、門番キルしたかったけどね。キルティーとか。停電中だったんですけど、僕は、ゾニキさんは見えてて、カメラ見てて直前まで。ギリギリ見えましたね、はい、確かに。ぽい。人影は見えて、ラフ君、そこ。で、ちょうど停電直そうと思った時にレポートだったんで、ゾニキさん視点から僕の白は拾ってほしいな。まあ、確か、どうなるな、確か難しそうな気はするけど、はい、立った、なんだろう、マシャカリさん、なんか、で、僕がもしアーカイブでキルしてたとしたら、ね、カメラで映ってると思うんですよね。ゾニキさんカメラはね、中盤しか見てないから。僕はスキップしました。うん、スキップでタスクで終わってる人間は逃げるって感じかな。うん、OK です。僕視点は正直絞れてない。プテさんはないなと思ってるから、ラフ君かゾニキさんかなって。私タスク。私タスク。あとトイレだけだ。頑張れ。マジで死んでよかった。残ってんな。いや、俺3つあったっす。ジグチさん頑張れ。アブです、アブです。いや、まあ、最後、あとミーティング2つなんで。エデンホーチ。死んで、逆に死んでよかった。え、終わった。よし。私よ。うわあ、一人死んだ。一人死んだ。スターリー死んだ。あと25秒。終わった。いやー、ごめんなさい、センタンさん。いやー、申し訳ない。僕がちょっとキルペース遅かったな。危なかった。全部センタンがやってたんだって。すごい。あ、そうなの？うわー、キルセン。ごめん、ごめん。じゃあ、もう間違ったのあれが。全部。僕が後ろからついてってたんだけど、その前に夏目先生がいて、エンジンルームの左でやってんだって。いや、すごいわ。あ、じゃあ左、じゃあ左だから上か、夏目。あ、そうだよ、上。あの、カチッてするとこ。そうそうそう。ああ。
てかごめんなさい、なんか紛らわしい場所にばっかりいて。いやーもう僕のキルペースがちょっと最後が。いやでも正直分かんなかった。だから僕やってもらいたいことタスク結構残ってて。あそうなんだ。ちょっとねアーカイブでちょっとキル狙おうかなと思って待ってたんですかね、生産さんと一緒で誰も来なくてリアクターのターン。もういやいやー俺あれか、フテさんは白いと思ったけどゾニキさんとオラフ君分かんなかったな。うん、そうか、殺してないから分かんないの。そりゃそうだ。うん、そうっす。そうですね。いや、お見事です。惜しかった。今マジで助かった。素晴らしかった。なるほど。よく、危なかったね。スキップ判断もナイスでした。いや、助かった。あれちょっと危なかったから、オラフ君が議論上手やったから。ああ、いや、これじゃ俺余って釣られるパターンかと思って。かなんですけどね。直してなかったからね。うまい球でした。